明治大学短期大学2年大野朝日くんのレポートお願いします。風邪治った？風邪まだ治んないんですよ。まあ、治んない。そうだよ。短時間で治んないんじゃない？短時間って言ったら日本鳥だって分かっちゃうだろ。なんで短時間って言うんだよ。日本鳥のようじゃないように今言ってみたのに。すいません。バレちゃうだろ。まあそれは治るわけないよな。はい、それは治らない。はい、なんとか頑張って声出してみてください。はい、とにかく1ポイントでも出ればもうハワイホノルルですから。はい、ね、1ポイント頑張ります。いいですね。はい、ちょっと先週は厳しくしましたけど、はいはい、まあ、先週っつっても今日のことだったんですけど、言うなよ。言ってない言ってない。俺か言ってない。3219。今回私のネタはこちら、ハーブマジックです。それでは VTR どうぞ。かわいい。 JR 真鶴駅から車で約5分のところにヒルサイドハウスというペンションがあります。早速坂を登りました。道の横には 春を感じさせる花がたくさん咲いています。そして入り口に到着です。このようにハーブの名前のついた部屋が3つあり、お部屋はとても居心地がよく、窓からは丘の上ならではの景色を望むことができます。とても綺麗です。そしてペンションの裏には畑があり、マスターの桜井さんに案内していただきました。こちらがそら豆の花です。あ、そうなんだ。お漬物にしますね。こちらはカラスナ。辛くてピリッと辛くてね、美味しい。これがお花です。そしてこのようにハーブも育てています。畑で採れた野菜とハーブを使った料理をこちらの食堂でいただくことにしました。こちらはカミツレソウのお酒と前菜、茎ブロッコリーは畑から採れたものです。そしてこちらはポテトとチーズのグラタン。マスターが独自で編み出した料理で、自家製アンチョビソースがマッチしています。あ、出た。ちょっとわざとくさいな。やらされたっぽいな。やっぱりね、今ガーリーね。ウルメイワシのトマトの自家製タバスコソース和えなど、細かく刻んだハーブの隠し味が効いて爽やかな食感。そしてこちらは自家製ポークハムとお魚デジルの野菜スープ。ハーブの香りがすごい出てます。美味しい。こちらはイカと菜の花のスパゲティ。新鮮なイカと採れたての小松菜の菜の花がたっぷり乗ってヘルシーです。そしてデザートはリンゴのコンポートとパンナコッタ。マスターが心を込めて作った高級シェフも顔負けの一品です。そして食後には10種類あるハーブの中から好きなものを選んで飲むことができます。どれにしようか迷ったら、このようなチャートで自分に合ったハーブティーを選ぶことができます。私はオーナーお任せのスペシャルブレンドをいただきました。元気の出るお茶をテーマに、カモマイル、バラ、ハイビスカスなどをブレンドしたハーブティーです。香りもよくすっきりした味わいで元気が出ました。お料理を作ってんで、お料理をお出ししてお料理の説明するところまで、はい、全部やってます。同じ素材を使ってもこうハーブをうまく使うことによってガラッとこう、うん、味も香りも変わるっていうのは、うん、そこは面白いですね。なんかマジックみたいな、ね、うん、そうです。ということで、ヒルサイドハウスさん、足柄下郡真鶴町岩、真鶴町岩873-24、電話番号は 046568-5348、 ホームページはこちらです。そして料金はこちらです。はい、ちょっとじゃあ料金もうちょっと見ようか。はい、申し訳ございません、うん、料金は7350円からで、人数シーズンなどで異なりますので、はいはい、詳しくはホームページをご覧ください。うん、完全になんか癒しの宿な感じがしますね。癒されそう。ほうほう。なんかね、やっぱりこれ具合悪い中のロケだったってことで、その元気が出るハーブティーを作ってもらったんでしょ。そうですね、オーナーの方に作っていただいて。オーナー優しそうだったね。キャラ似てたもん、ちょっとね、大野っぽかったもん。大野が男の子になったらああなんのかな。優しそうに説明してたよ。はい、なんか癒されてしまいました。あ、いい宿な感じするわ。ああいうオーナーがね、こう作ってる自家製のものとかを食べて、うん、元気が出ました。いい。質問ありますか。お、鈴木、何、6リングだからちょっとがっつり質問しないといかないよ。はい、頑張ります。何、あれ、シェフの料理とかは止まらないと
いただくことはできないんですか？あのレストランとしてもこう経営されていて、あの泊まらなくてもランチだけとかでも食べに来ることはできるそうです。はい、ありがとうございます。いい質問したじゃん。はい、ちょっと鈴木にも一リングあげて追い上げてもらおうかな、これ、はい、ちょっとそうよ、そういう素朴な質問大事よ、ね、見てる人の立場にも立ってね、こうね素朴な質問して。はい、みんな他には、お、松尾君は、そのお庭でできてるハーブを、はい、なんかいただくことはできないんですか？販売とかは、鉢分けてもらうとかはやってないですか？聞き忘れてしまいました。いじめちゃってみたいになって。松尾いじめんなよ。聞き忘れてんのよ。ごめん、うん、気のせいだよな。うん、あ、何も質問してない。そう、松尾質問、松尾質問なかった。松尾質問なんだこれ。どんなキャラだあいつ。どんだけ過保護なんだよ。調べてませんでしたね。販売できたら松尾は嬉しいですか、やっぱり。うん、そうですね、家でゆっくりね。欲しいです。そういう人もいるかもしれないね。聞いてきてください。はい、他にはいない、いない、いない。大野 9、どんなに減点してもゼロってことはないですよね。大野、ね、行っちゃうよ。大野朝日ハワイホノルル決定。ありがとうございます。開けて開けて、はい、行ってきてください。はい、これはさあ、これでいよいよ川田からのバトンをリレーして、はい、大野朝日も参戦するということになりました。うん、このね、JAL のホノルルトライアスロンはスイムスーツです。はい、泳げ、水着着ちゃうのということで、水泳で、はい、ありがとうございます。それまで風邪直しててください、ね、はい、ありがとうございます。はい。